ラメゾンっていうのがフランス語で自家製っていう意味なんですね。料理はもちろん自家製なんですけど、店作りとかそういうふうなものも全て自家製っていうので、桜姫鶏の香草パンクレーキ、鶏肉は結構パリッと焼いた上に香りパン粉をのせて、またさらにカリッと焼くっていう。野菜を温めるものなんですけど、それを少し泡立てて風味付けといいますか、そういうもので使用してます。ゆっくりした時間と美味しいお料理で、まあ楽しんでもらいたいなとか、そういうことを考えてます。